ボートレース都のグレード2秩父宮妃記念杯シリーズ5日目の第11レース2つ目の準優勝戦です。コースはほぼ枠内でしょうか。今風の方はほぼ止んだ状態で少しまた吹き始めるのかというところです。箱王が3センチほど待機水面、まず2マーク横インコースには1号艇兵庫柴田浩二が入ります。昨日の前半まではオール2連単、予選は3位で通過しています。人気の中心2コースに2号艇岡山吉田角郎です。昨日ようやくシリーズ初勝利がありました。3コースに3号艇香川の三島誠司です。4コース4号艇東京中野次郎はこのシリーズ前々回のチャンピオン、その4番中野次郎が4コースの角、5コース5号艇東京斉藤仁、大外6コース6号艇大阪西村拓也はシリーズ3日目4日目3連勝で乗ってきました。進入スタイルは3対3となります。インの1番の柴田、2番吉田、3番三島といった組み合わせ、まずは人気3対3、外3艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第11レース準優勝戦1秒前スタートしました。各艇ほぼ揃ったスタートでしょうか。1周の1マーク、まずインから先頭取るか、1番の柴田、柴田が先頭で折り返す、そこを2コースから2番の吉田角郎が指して、先頭は2番吉田角郎、1番柴田も残って、2番手3番手は内を通ってスーッと上がってきました。4番中野次郎、現在上位3艇は2番1番4番、その後は3番6番競り合ってしんがり5番の斉藤仁です。スタートは正常でした。先頭2番吉田、そして2番手は1番4番ほぼ並んだ状態か、内が1番柴田、僅差で4番の中野次郎、3番手判定審一定審査でしょうか。1番4番ここ2、3番手の定冠、さらに4番手から6番の西村もチャンスを伺う。2周1マーク、2番吉田角郎から1番の柴田浩二へ、そして内をついて4番中野次郎、現在2番手1番の柴田、そしてバックセッチ内から伸びるか、4番の中野次郎です。現在定冠は2点審ほどの差、これが1点審査、またへさきかかってまいりました。再び2番手争い、内から4番中野は今度は2番手で折り返すか、2周2マーク、2番吉田角郎から振り込んでしまった4番の中野次郎、そこを指して1番の柴田浩二、柴田が2番手、そして3番手4番中野次郎、またまた6番の西村接近中です。現在4番手6番西村、上位選定は2番1番4番、そのすぐ後ろ6番の西村、4番手追走中、最終の第1ターンマーク、2番吉田から1番の柴田へ、4番中野が3番手折り返し、4番手6番の西村、後続5番の斉藤、最後3番の三島、2、3番手も定冠開きました、3、4番手も距離が空きまして、ここで2番1番4番上位3手、このままゴールか、2番吉田角郎単独の先頭です。そして1番柴田が2番手キープか、4番中野が3番手、2、1、4でまもなくゴールを迎えます。まず2番の吉田角郎先頭で5人、2番手1番の柴田、3番手4番中野、その後6番西村、5番斉藤、最後3番三島がゴールいたしました。以上第11レース準優勝戦でした。